お疲れです。よしみチャンネルです。今回はですね、ゆず湯飯を、仕込んでたんですけども、そうですね、干し始めてから、だいたい40日くらい経ったので、仕上がってきたので、ちょっと一個ですね、切って試食してみたいと思います。では早速ちょっと試食していきたいと思います。よろしくです。はい。柚子をですね、今回は和紙で包んでいたので、こちらを、丁寧に外していきます。場所によってはですね、ちょっと紙がくっついたりするので、綺麗に外していきます。いい感じの色に仕上がってます。芯は硬いので、芯だけ取って、綺麗に包丁でスライスしていきます。中心部がいい感じですね。今回は中にくるみも入っているので美味しく仕上がってます。あとは器に盛り付けて、こちらをですね、早速試食していきたいと思います。こちらですね、ゆず湯飯が、そうですね、40日くらいちょっと干して経ったので、ちょっと一つ食べていきたいと思います。若干ですね、まだ中心部がね、もう少し干しててもいいかなと思うので、残りはね、あとそうですね、半月くらい干していきたいと思います。では早速ですね、食べていきたいと思います。いただきます。これめっちゃめちゃうまいっすね。もちろんあの、柚子を使ってるので、柚子の香りがすごい広がって、あの、独特な苦味もですね、だいぶまろやかになって、お味噌の方にもですね、今回はちょっとお砂糖も入れてるので、ちょっと甘みもあってね、めっちゃ美味しく仕上がってます。今回はですね、仕込む時にあの、小麦粉でやったので、こちらでも十分美味しく仕上がってるんですけど、例えば、もち粉とか、上新粉とかね、使うと、あの、もちもち感がね、また結構出て美味しく仕上がると思います。いや、これは、お酒の、酒の魚とか、そうですね、お茶受けなんかにうってつけの一品ですね。美味しく仕上がってます。はい。今回も美味しく仕上がりました。そうですね、柚子がある時期でやればね、結構仕込んで干しとけば、まだ間に合うと思うんですけども、だいたい年末とかに仕込んでですね、外に干しといて、寒い時期のね、1月2月くらいに干して、仕上げるとちょうどいい感じかなと思います。お疲れです。よしみチャンネルです。今回はですね、ゆず湯飯ですね。柚子を丸のまま、味噌を入れて、蒸して、あの、干し物をですね、乾燥させて、柚子湯飯を作っていきたいと思います。大量に柚子がちょっと手に入ったので、ちょっと保存食を作っていきたいと思います。では早速やっていきたいと思います。よろしくです。くるみ湯飯をちょっと作っていきたいので、くるみですね、くるみと、これは、今からちょっとね、オーブントースターみたいな天火で、ちょっとあの、オーブンとかでもいいんですけども、ちょっとあの、軽く炙ります。で、田舎味噌。味噌もお好きなので大丈夫です。白味噌でも赤味噌でも。今回は米味噌の田舎味噌使ってます。あと、小麦粉ですね。小麦粉と、お砂糖です。小麦粉で今回やるんですけども、よくあの、上新粉とか、もち粉とかでも美味しく仕上がります。あと、柚子ですね。柚子を釜にして切り抜いていきます。だいたい蓋の、2割分くらいのところを、蓋として取ってきます。はい、こんな感じですね。柚子の中身を取ってきます。で、これね、外側からこうやってもいいんですけども、一番やりやすいのは中心部から、こう引っ張ると、よくね、あの、真ん中穴開かなくて失敗しなくていいので、ちょっと最初だけね、こう真ん中からスプーン入れてもらって、ちょうど底の方からね、こう外側に引っ張るようにすると、よいしょ。こうやって簡単に1個ずつ抜けていきます。あと真ん中からね、1箇所取れたら、ちょっとずつこう外すように抜いていくと、よいしょ。こんな感じでね、簡単に取れますんで、きれいに、外側からやるよりは真ん中からやっていった方が、はい、簡単にきれいに取ります。よくね、すだち釜とかでもこうクーッとやるとね、簡単にきれいです。で、蓋の部分も、縁の部分はね、こうやってちょっと外していきます。これ外しちゃうとね、ちょうどここ穴開いちゃうんで、これつけたまま蒸していきます。で、同じ感じで蓋してね、合うようにして蒸していきたいので、抜いたら、バラバラにならないようにこう、置いときます、このまま。オーブントースターとかであれば、あの、銀紙にね、アルミホイルにちょっと乗せて、オーブントースターで軽くね、炙る程度で大丈夫ですので、やる。
はい、そしたらですね、あと味噌を合わせていきます。お味噌入れます。はい、あとお砂糖入れていきます。小麦粉ですね、小麦粉入れます。混ぜていきます。くるみをちょっとね、塩味で炙ったので、こちらを。そしたら水に入れていきます。はい、こちら混ぜていきます。髪の毛はね、しっかり入ってないように取ったんですけども、このまま混ぜちゃいたいと思います。さっとね、刻んじゃって入れていきたいと思います。そう、柚子の実ですね。実の部分を入れて混ぜていきます。もう少し気持ち甘くしてもいいかなと思いますけども、あとはお好みでやってみてください。こちらに味噌を詰め込んでいきます。味噌を入れて、そうですね、蒸し器にかけて1時間くらい蒸すんで、味噌がたっぷり入れちゃうと溢れてきちゃうので、よいしょ。だいたい6分目から7分目くらいですね。7分目くらいで、よいしょ。こんな感じで蒸していきます。蓋をしながらですね。よいしょ。もしね、多く入れすぎて溢れちゃっても、途中でね、20分くらいして1回様子見て溢れてきたら、ちょっとね、余分な分取るか、蒸し上がった後に、ちょっと溢れた部分を成形して取って、蓋してやれば、問題ないんで大丈夫です。とりあえずは。はい、そしたらですね、蒸し器に入れて蒸していきまーす。そしたらですね、こちらの状態で蓋して蒸していきまーす。はい、そしたらですね、こちら今20分経ったんで一回開けまーす。こんな感じです。やっぱこう、ちょっと多くなったやつはこう溢れ出てるんで、ちょっと一旦成形しまーす。はい、そしたらですね、こちら。トータル1時間経ったので揚げていきます。蒸し上がったんですけども、そうですね、ちょっと味噌がね、溢れて、こぼれてる部分をちょっと成形していきます。まずはこの状態で、ちょっとね、冷ましていきたいと思います。これちょっと1日ちょっと落ち着かせたものですけども、これを今度ね、表面ちょっとね、乾いたんで、これを和菓子で包んでいきます。紙で包んだら、この熱湯を使ってね、やっていきたいと思います。大きい紙でくるんでね、腰がきみたく一個ずつこう結んでもいいんですけども、ちょっと面倒なので。で、ぐるぐるってやって、形をしっかりして、ここで結んでいきまーす。はい、こんな感じです。ブランブラン。またぐるぐるっと結んでいきまーす。ぶら下げていきまーす。よいしょ。できたんで、これをぶら下げて、そうですね、外で、今回の動画もですね、良かったと思いましたら、いいねボタンまたはコメント、ぜひよろしくお願いします。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。